ゼンデンホルストは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ウェストファーレン州、ミュンスター・ラントに属すバーレンドルフ軍の小都市である。ミュンスターの南東約1 5トル軍庁所在地バーレンドルフの南西、約2 0トルに位置している。ゼンデンホルスト市は、ゼンデンホルスト地区と、アルバースロー地区からなる。名前の由来となった、ゼンデンホルスト地区は、 1315年8月11日に都市圏を取得した。ベルゼ川に面するアルベルスローは1975年の市町村再編で前ンホルスト市に合併した。前ンに隣接する市町村はミュンスター、エイバース・ビンケル、バーレンドルフ、エニガーロー、アーレン、ドレンシュタインフルトである。前ンホルスト地区に含まれる小地区には以下のものがある。 ブラハと、イエンストヘーフェル、ハルト、リンカヘーフェン、エルメンホルスト、ザントフォルト、ブロック。1968年1月1日に、キルヒシュピール・ゼンデンホルストが合併した。1975年に、ベックム軍が廃止され、バーレンドルフ軍に編入された。アルベルスローが合併した。ゼンデンホルストの市議会は26議席で構成されている。 ベルドルト・シュトレフィングが2004年から市長を務めている。聖マルティン協会西洋ゼフ修道院の陶劇団、ドレゲト・シュニッフェルケンは、毎年1月に、ニーダー作戦後による演劇を上演している。1950年代から1960年代、ゼンデンホルストには2つの映画館があった。現在の国民銀行に改築されているロスト・テアターは、後にベスト・トーアに移転した。 古い映画館はその後、全ラールテアターとして営業している。全電ンンホルスト出身で名誉市民にもなっている、ベルンハルト・クラインハウスは、市の中心部に、多くは、ブロンズ製の芸術作品を数多く残している。21の作品を集めた、彫刻の象形が設けられている。この象形は市によって編纂された、パンフレット、ベルハルト・クラインハウス全電ンンホルスト一周で、 紹介されている。建物本市は農業を基盤とし、前ンホルスト地区には合成樹脂分野の工業系企業が立地している。数十年来上級中心都市ミュンスターとの強力な経済相互関係が形成されている。前ンホルストに本社を置いているベカエージーは窓、扉、ロールブラインド、合成樹脂プレート分野の世界的リーディングカンパニーである。 約1000人が前ンホルストで働いており、その子会社は周辺地域の重要な職場となっている。ノルトベストファーレーン州に広がる交通サービス、企業であるネティネラグループの主力会社の一つ、ビルス交通 GMBH は前ンホルストに本社を置いている。前ンホルストには2つの地区にそれぞれ1校の基礎家庭学校と前ンホルスト地区に1校の実家学校がある。 ギムナジュームや、その他の上級の学校は、隣接するアーレンやミュンスターへ入学する。2013年9月4日に、モンテソーリゼクンダーシューレが、ゼンデンホルストに開校した。ゼンデンホルスト市は、医療分野では、ドイツ全土で有名な重要施設西洋ゼフシティフ島を、有している。一般医療はミュンスター及び、アーレンの病院が対応している。鉄道、ゼンデンホルストは、 ベスト・ファーレン地方鉄道が所有する鉄道ミュンスター・バールシュタイン宣言線に位置している。この路線は貨物専用線となっている。ミュンスター・ゼンデンホルスト区間の旅客運行再開はすでに長らく検討されている。しかし、この計画はハルゼビンケル・ギュータースロー・フェルル線の計画と競合している。 再開に必要な設備の近代化のコストは3230万ユーロ。維持費として年間350万ユーロから390万ユーロと算定されている。1日の乗客は6260人と予想されている。ラッシュ時には20分間隔、平常時は20分から40分間隔で運行する。2015年9月現在このプロジェクトは相変わらず、 予備検討計画の段階であるが、コストは約4000万ユーロとされた。前田ホルスト市はベストファーレン地方鉄道に参画している。道路交通1950年代から町を迂回するバイパス道路が計画されている。2013年をはじめに計画が具体化され、北バイパスが2010年代に建設が開始されることになった。 国際空港1970年代初めの大空港建設計画で、ゼンデンホルストは大きな交通コンセプトに組み込まれるはずであった。ゼンデンホルスト、アルバースロー、ドレンシュタインフルトの間に大規模な空港を建設することが計画された。最終的には5本の滑走路が設けられることになっていた。その建設費は11億ドイツマルクと見積もられた。 この計画は1973年、この空港が当時ドイツの管理権を有していた、イギリスの低空干渉地帯を侵害することになるため、頓挫した。スポーツ全般は SG ・ゼンデンホールストの11の部門がカバーしている。乗馬競技については、ライトウント・ファールフェライン・ゼンデンホールストが活発である。2008年から、スイング・ゴルフ場がある。ミュンスター・ラントは、 ヨーロッパにおけるこの競技の中心地となっている。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。